友達のわわわ今月7月はゲストに原武彦さんをお迎えしています原さんは役者でもあるんですけれど私があの出会ったのは 脚本家として私の隠れデミノという一人芝居を書いてくださった作家の先生としてお目にかかりました原さんとお目にかかった時はもうあの私は脚本家の先生としてお目にかかったんですけどもともとは役者さんでいらっしゃるんですよねえまあ役者であったと大学お出になってからご自身でグループを作りになったんですかえグループを作りましてね それはもともとスタメルラフスキーのものをやってらっしゃったところのお弟子さんが3人いらっしゃいましてその中での自分たちのグループを作ってそこで教えていただいたんですそれが結局不満になりましてねそれで劇団に入りまして造形という造形はいそうです 造形に入ったんですけれどもそこもねやっぱり進撃じみたことに対してはやっぱり不満がありましてねそこでまた飛び出して小山元気さんという昔の役者でもお亡くなりになったんですけれどもその先生のところで朗読をやってたんですよねそこであの三原四郎というこれも亡くなったんですけれども劇団日本というところで、えー、これからあのやるということで、えー、紹介されましてね三原四郎を通じて 2、えー、人であの池袋のアートシアターっていうところ今の「えー、シアターグリーン」ですけどねそこで、えー、始めたんですねああの劇団日本っていって非常に前衛的な集団だと私は記憶してんですけど、うんはい、なんか裸の芝居をよくやった一番最初はね大変だったのね、えー、だけどもそれがものすごく動きましてねとにかく私は出たのが大体5分ぐらいだったんですかね それをやって32の時にね舞台をやるのがものすごく白けちゃいまして、えー、それで辞めたんです、うん、それで辞めて10年ぐらい経ってまた偶然にも東横戦の中で三浦志郎に会いましてね今何やってんだっていうことになりましてそしたら三浦志郎は今度は知恵福の芝居をやってるぞということを聞きましてね 私も地方を褒めに随分興味があったもんですからそれに参加して役者ではなくてそこで物書きというねことを始めたんですね三原四郎さんあの原宿で三原宿っていうのをやってましたよねその時代ですかあそうです、うん、であのロシアの公演にも書いた作品をお持ちになって参加したということですけど、えー、そうです、えー、だいたいね三原四郎のところでは4本ぐらい書きましたそしててロシアの方に行って 今のロシアでねそこへ行って日本ぐらい私の芝居を向こうでやってくれました私と直接原さんがお目にかかるきっかけになったのはその三原塾のあれは年末でしたか年始でしたかいつもあの記者の方とかあとは翻訳家の方とかいろんな方たちが集まって飲み会をやったんですよねでその時に初めて原さん紹介されて隠、うん、れみろの話をいただいたんですよねそそててねのの時初めて会ってこの人は ストレートに何でも話せる人だなということをあの時に思いましたね。それで 付き合いだしたわけだよね三原さんの演出で原さんの脚本でスタジオバリオというところで永井美智子先生の「歌方の」という短編集の中から何本かまとめて本を書いてくださったのを上演ししたたでよねそうですそれはね永井先生のところの「歌方の」という芝居だったんですけどもその中でまた短編になってましてね「歌方の」というのは「 だいたい六作品、その中にあったわけです。で、その中で、だいたい四本ぐらい、三本か四本ぐらいの中の作品をまとめて技術化したわけですね。その永田先生との出会いは、歌方のというのを私が読んで、それで感激を受けたことでした。その頃ね、ちょうど NHK の先生の作品でね。毛利元成の中村橋之介が主演で。 大河作品が放送され出した頃でしたねで、それにしがされて私もその先生の短編を読んだわけですけれどもその中で書かれているね世の人の世は死ぬまでの暇つぶしという言葉に感激を受けましてね感銘を受けましてその短編を議局化したいと思ったのが最初でしたそれで早速先生にその本を舞台化したいという手紙を書いたのですけれども すると返事がまもなく来ましてね先生からはそのことにつきましては保留させてくださいというそういう返事が来たんですそりゃそうでしょうねうん何も知れぬ家一階のその若造にすぐに所諾してくださるわけがありません周りの仲間もお断りの手紙だよということだったのねけれども私はすでに戯曲を書いておりましたねそれを添えてもう一度お願いの手紙を出してるねそうしたらね条件付きで所諾してくださったんですね 原稿両方はいりません大きな劇場ではこれはやらないでくださいこの2つがね条件付きで許可していただいたんです早速もう感激してお礼の手紙を書いたと同時に何か直すところがあればアドバイスをくださいということで出しましたすると先生はね今度は手紙の中で私がこの本を書いたのは江戸時代に1階の武士の1行の西からヒントを得て この作品そうそうたった1行のねだから私がこの作品に感激して擬惑化するっていうことに対しては私は何の文句もありませんとただ自由に擬玉化してくださいということだったんですねこれはびっくりしましてねその先生のあの柔軟な心にもう感激してしまったんですねなんと心の広い方だろうなあということでねそれでこうして先生の許可もいただきまして 先生のあの短編作品だったら、もうどんなものでも戯曲化していいよというお許しを得たんです。ほいで、今もう先生とのお付き合いはそれは続いておりましてね。大変歓迎しております。それが永井先生との出会いでした。それ以外にもオリジナルの作品いっぱい作ってらっしゃいますよね。<laughs> 最初のその襲来はね。もう上演されたんですよね。あそうです。私のオリジナルですけれども。 これは何かというと私がちょうど60になった時かなその時に体の衰えを感じたんですねその衰えをなんとか表現したいということでどんどん衰えていく肉体に対しての焦りみたいなものをすごく感じたのねだからそれで山目暮らしのその60になる男がその息子の嫁をすごく惚れちゃうわけねそれでそこから物語が始まるそういう作品を書いたんですね。 やりきれない気持ちをぶつけて結局最後にあのその主人公の男は自殺をするということになっちゃうわけねだけどもその将来その息子息子もその別れて他の人と一緒になるんですけれどもその女の人はまた元気にそして力強く生きていこうとするそういう作品ですそうですか役者からその脚本家に なっったた転換した時ってありますでしょその書きたいっていうか戯曲を書くようになったそのきっかけは何だったんでしょう一番最初は何といってもさっきお話ししたように永井先生との出会いということともう一つ私は役者を舞台に立つことがものすごくしらけちゃってねその頃ね、えー、っとね32の時だったんですがでもうどうしても舞台に立たなくなった時がありました。それは 三島由紀夫の事件なんですけれども三島由紀夫が活服して自衛隊のところで亡くなったというそれがものすごくショックだったのねそれで役者ができなくなってそれでまあまあ模索してたんだけれどもその10年間それからの10年間は神奈川の県民ホールというところでいろいろな芝居やそれから落語そういうものをいっぱい見たんでねそれでやっぱり舞台に関わりたいというものが芽生えてきましてね 私は役者をやってたんだけれどももう10年も役者をやってないんだとそういうものに対する肉体的なものがありましてこれはもうできないでじゃあ何をやったらいいんだろうかということになった時にじゃあものを書こうとそれをやるにはチーフが一番好きだったからチーフから入っていこうということになってチーフを始めてそれでオリジナルを書いたんだねそういう経過です。ここれから原さんがその目標とすること、する、うん どういうものを書きたいっていうのが今、ご自分の体の中にあるのか、教えていただけますか。一番ね、やっぱり今でも書いているんですけれども、書きたいのは、日常生活の中での何でもないその大きな事件じゃなくて、小さな事件を通して、じゃあ、周りの人たちがどういうふうに感じているかというものをドラマ化したいということですね。ももう一つはは、えー、身近にああるものは原発であったりそれから 高齢化社会のそういう認知症になったそういう人たちの物語だったりねそういう人たちの,その日常の生活をチェフもそういうことを書いてるんですけれどもそういうものを書いていきたいなと思ってますねあとその他に日本の文化を伝えていく作品を作りたいとおっしゃってましたけどこれから大切じゃないかと思うんだよねねおおとかガラシャお夏をいいいてくださいましたよ、ねうん、そういう作品をね。 文化っていうのかなその時代時代で女の人が何を思ったかということねそういうものを私は男だけれども描きたいねというのは何かというと「進撃」とかそういうことを言われているその舞台作品の中でね森本薫はまた別にしても女の人大体40から50くらいの女の人が主役でやるというそういう作品が全くと言っていいほどないんだよね日本には。そういうい人をを中心とした作品を やっていきたいそのそして同時にその女の人の自立ということね自立ということを含めた上でのそういう作品をやっていきたいなとこう思います目標は年に1本そう年にに本本そうこの年になってね年に1本書いてまあ教会とかねそれから協議会という劇団協議会というのがあるんですけれどもそこで応募しているところに作品を応募するだけそこで賞をいただこうとかそういうことじゃなくてただ そういうことをやってるという自分を賞もらわなくてもいいからそういう自分を見せたいのねそういうことをずっと続けていきたいと書けるだけね書いていきたいと思いますね、うん、またあのチェーホフに戻ってらして「桜の園」でしたっけそれの日本版に挑戦してらっしゃるって <laughs> まあいつごろ書けるんでしょうね。と、ね、い,いうのは何かというと年代的なことはね分かってるんです。ということは私の故郷に昔庄屋さんっていうのがあってね そこにに綺麗な主人公を嫁に来たねその人がものすごく綺麗な人でそういう人を今でも思い浮かべているのねそれが結局ラネウス家に当てて何か日本のその私の村で起こったそういうものを描いていきたいなとそれをだから桜のソロじゃなくて杉の木林でもいいし木曽の外れだからね木曽では火の木とか杉が一番大切なものなんだけれども。 それを取られてそれてそでその塩屋さんっていうのが落ちぶれていくと同時に大体昭和28年の頃かな朝鮮戦争があって今まで下っ端の連中がねものすごく金を儲けるんだよねそういうところのそれをロ露伴ヒにしてね一つ物語を書きたいなと。 最後にはそれを狙ってるんだよね俺はね <laughs>、えー、期待してますのでぜひ頑張ってくださいあ、あのここで私がやらせていただいた隠れ身の、えー、ちょっと皆さんに聞いていただきたいと思いますよろしくお願いしますあどうぞよろしく <laughs> うむいすの声が今日も待 お様なんと懐かしい音色でございましょうそうそうでございます忘れもいたしませんその日も季節外れのウグイスの声を聞きながらさんさんと降り注ぐ太陽の夏の暑さから少しばかり解放された庭先の縁側でこの胸の奥に体討うとおります 誰にも言えないあなた様との時を繰り返し繰り返し思い出していたのでございます。今でもこの胸が締め付けられるような痛みが蘇ってまいりましてなああ。あれあれ、申し遅れました。私はこの村で代々続きました庄屋三代目の当主神戸への連れ合いでございます。 たただだいいいままは楽院教させていただいております名前を「文」と申すものでございます。三十30年ぐらい前になりますかいなあ,あの頃は荒井何がしというお方が儒学に心得があるとのことで一回のご浪人から将軍様の側近に召し抱えられたとの噂が広まりまして。 我も我もと儒学に傾倒し始めておりました。私どもが暮らしております村の外れに大善寺という古いお寺がございましてな。周りからは田舎坊主などと陰口を叩かれておりましたが、その寺のお尚様は、江戸では名の知られた学僧だったそうでございます。そのためか、 夢破れて空や食わずで諸国を放浪している儒学者たちを投入させておられるようでございました。秋頃のことでございましょうか。私が後にお師匠様と呼んでお慕い申し上げたそのお方、川島葵様がこの寺に身をお寄せになったのでございます。ある日、 和尚様が訪ねていらっしゃいましてそのお方が手習い塾を開きたいと申されるので孫の久吉を塾に入れて力になってくれまいかとの相談があり間もなくして手習い塾がお寺の離れで始まることになりましたですが6歳になったばかりで遊びたい盛りの久吉の孫の手習いはなかなか上達しません。 あの年で少し無理ではと心を痛めておりました。その矢先に遺産で帰ってまいりましてな。お師匠様がうぐいすの生け捕り方を教えてくださったというのでございます。それがとてもうれしかったのでございましょうな。その日以来孫はにわかに手習いに熱を入れ始めました。 そんなことがありましてから、数日後でしたでしょうか。大善寺への月参りの帰りに、境内で川島様とばったり顔を合わせまして、私から言葉をおかけしたのでございます。あらまあ、お師匠様、久吉が誠にお世話になっております。常々孫があなた様を心からおしたい申し上げておりますのを聞くにつけ、 <laughs> なろうことなら、この私目もぜひお仲間に入れていただきたいものだと思っておりまして、何とかしてお近づきになりたい。私はただただその一心だったのでございましょう。なんとずうずうしい女ごでございましょうか。<laughs> ちょうど、お嬢様のお姿をお見かけしましたのを幸いに、ああ、お嬢様いいところにおいでくださいました。今、なろうことならば、川島様に弟子入りをお願いしていたところでございます。なんと、少しも割れびれもせず、口から自然にするすると言葉が飛び出してしまいました。すると、お嬢様も、 しぶる川島様を口説いてくださりまして村の女子を集めて大善寺で伊勢物語の講義をしていただくことが即座に決まりました。いつごろからあのお方に対する思いが芽生えたのでござりましょうやある夕暮れにお寺の門前で思案ありげにたたずんでおられた川島様のお姿を偶然 お見かけした時からでございましょうか。<laughs> それにいたしましても、なんとうまくことが運びましたことか。私は、決して、そわそわせぬよう、口の利きようも変わらぬようにと、心しておりましたが、一人になりますと、ワクワクした嬉しさがこみ上げてきて、気持ちを押し殺すのが精一杯でございました。 講義の最中川島様と私の目が一瞬絡み合いそれから何事もなかったようにすっとそれていきますただただそれだけで心が躍り満足をする私がいたのでございます思い起こせばそれまで何の変哲もない大白将の女房の暮らしの連続でございました 庄屋ともなりますればお正月から年の暮れまで家のしきたりはびっしりと詰まっております初夏には梅をつけ冬の初めにはたくあんをごたるも作るとか季節ごとの衣類の仕立て直し布団の綿の入れ替え咲く男や季節暴行の女たちへの目配り親類の付き合いなどそれをこなすことがつらいとも重荷とも思いませんで むしろ自分から仕事を追いかけてやってまいりましたから常日頃これが暮らしというものだと過ごしてまいりました。夫婦仲も波風の立った記憶もございません。温厚で口うるさいところのない夫は徘徊をたしなむぐらいでしたからまずは物分かりのいい方でございましたでしょう。夫婦になりまして三十年。 決して不満があったわけでもなくされど川島様とお近づきになってからというもの何の疑いもなく過ごしてまいりました歳月をいぶかる思いが私の心を落ち着かないものにしてしまったのでございます夫が亡くなってからというもの在所の御家と呼ばれ 名前さえ忘れ去られようとしております私の存在がだんだんとなくなっていくような寂しさを日々覚えておりましたが <laughs> 今はそれをこの上ない隠れ身のにして葵様のお住まいに押しかけましてはまるで我が家のように常日頃し慣れているかのようにお茶を入れて差し上げ時の経つのも忘れて かたく,くなに心を閉ざしておいでになる葵様の過去が何であったのか知る由もありませんし知ろうとも思いませんされと重い過去を背負っておいでになる葵様がゆっくりとうなずいたお店になるしぐさから私とのひそやかな触れ合いに満足されていらっしゃる今 わずかなりともお心を開こうとしていらっしゃる。そう感じますと心が躍りました。周りの者のから見ますれば、講義をしてくださるお師匠様にお届け物をしますのは当たり前のことですし、お師様と考がれえばあったで、そのつど、<laughs> 孫が、ま、孫がと、そう言って隠れみのお羽織 ににこやかに挨拶しておりました <laughs> この隠れみのの着心地はまことに心よいものでございました。<laughs> ご家になりまして5年はたっておりましたでしょうか。もう誰も私を女子だと思ってみるものはおりません。い,いえ夫の在籍中も。 夫婦の交わりを持たなくなって五年ほど経っておりましたでしょうか。されど私の身の内を内から揺さぶる何かが、以前には全く気づかなかった何かが、この体の中に頼とうてまいりまして、それに浸っている自分にはっとして、はあ、五十も半ばすぎて、女の印はとうになくなってしまっている。 私はもう女子を卒業してしまっているのだわ。と気づくのです。でも、い,いえ、女の印のあるなしは何の関わりもないことなのでございましょう。置いた女のこの執念を色気違いなどと世間様は笑いのにいたしましょうが、この心と体がどうしようもなく吸い寄せられていくのは いくつになっても変わるものではございますまい。そうでございます。おぞましいことでも、罪深いことでもございません。そういえばその時、私は今は亡き夫への後ろめたさが少しもないのに気づきました。夫の死を区切りに、私もまた生涯を終えて、 新しく生まれ変わった人生を歩き始めようとしているのでございましょう。やがて春が過ぎ夏が近づいてまいりました頃、葵様がもはやこの村に留まることができなくなりました。葵様は藩の改革のため反対派の家老たちから追われる身になっているとお尚様からお話があり、追っ手が迫ってきたので、 どこかにまかまってししいと依頼を受けました。幸い妹が人里離れた山奥に嫁いでおり葵様をその屋敷にかくまってもらうことに手はずを整え誰にも悟られないように私が同行して船で行くことにいたしましたですが途中で風が強くなりその日は目的地には着けず 隣村の古びた宿屋に2人だけで泊まることになりました私もう家に戻るつもりはございませんでした私どもは薄暗い部屋で黙って向かい合い夕食もほとんど無言で済ませましたけれども部屋の中には恋にならない2人の心の叫びが満ち満ちておりました 気がつくと私は自分から帯を解いていたのでございますその夜神戸からは一度も味わったことのない底なしの奈落へ落ち込むような甘美な感覚に振り回されましたけれど過ぎ去った後に残されたものは体が空へ漂い出すような頼りなさと ひどく冷めたた思いいだだけだったのでございます寂しいものだな文殿の計らいで思いがけず心温まる日々を過ごさせてもらったかりそめとは思えぬ巡り合いだったがしかし寂しいものだ。 葵様不思議でございますね私も今同じようなことを感じておりました孫の久吉も二十六になりましてな私どもの好むと好まざるとにかかわらず時は 歌方に流れてまいりますその後葵様は妹の屋敷を出られ行く先も告げずにどこか知らない土地に行かれたそうでございます拙者は今根無し草だ藩の改革が達成されるどころか私は今やその藩から追われる身でのう。 それがために妻は愚か、たった一人の息子までも死なせてしまった。しかし、拙者は自分の行いを、決して悔いてはおらぬ。今も、そして、これからも。そのお言葉通り、葵様は、どこへ行かれましても、 その身に降りかかる一つ一つのよしな仕事と懸命に闘いながらご自分の心の赴く道を歩んでおいでになると信じております <laughs> 私は悔いてはおりませんあの時のこの胸の締め付けられるようなときめき その輝きを胸に抱いてこれからも私は生きてまいります番組中のご案内は現在のものではありませんご了承くださいマりと友達のバババ